おはようございます。今日はお仕事ですか？学校？まだお家かな？今日はね、ついに、デデン僕の彼女になってよ、スノーマンさんに作詞させていただいたこちらの作品の発売日です。イエーイ。こちらの曲を作詞させていただきました。ということは皆さんも今日2番聴けるってことですね。まだ未公開だったところですね。鼻血を出しながら2番聴いてください。あの2番には反則技を使っておりますので覚悟して聴いてください。もし鼻血が止まらなくてもですね、当社では一切責任を負いかねますのでよろしくお願いしますで、俺2019年の7月にですね、いつかスノーマンさんの曲をかからせていただけますようにっていう風にツイッターしてたんですけど、それがね、あれから2年経って2曲もね、君彼から続いて2曲も関わらせていただくことになって、なんかこう目標が叶うっていうのはなんかすごい嬉しいですね。君彼をね、大事に聞いてくださった方のおかげなので感謝させてください。うちのお母さんに自慢します目黒タンのね、お母さんに。てかもうすでに電話かかってきたんですけどね嬉しいですよね、やっぱり。ぜひ僕のファンにもこちらの1枚手に取っていただきたい作品になりますのでよろしくお願いします以上じゃでは今日もいってらっしゃい。毎日頑張ってね。